どうも、ブヒケンでーす。本日は火曜日、朝一の作業、まあ朝一ってもうお昼過ぎちゃったんですけど、ちょっといろいろやってたら、作業を開始するのですが、これ、この間塗った純八さんのバンパーですね。それで、なんかこれも持ち込んできて、これは艶消しのブラックに塗っとけというお話なので、まあ、ちょっと傷がすごいのでね、その傷を消しながら足付けをしていきたいと思います。ひどい人ですよね。バンパーの塗装代2万円ですよ。そしてこれは艶消しのブラックで塗れと。ひどい人ですね。さすがマフィアだ。まあそれとちょっと号泣のインパラちゃんのマフラーと56シビトラちゃんのマフラーの続きも作っていくんですが、ちょっとね、またぐ部分、デフをまたぐ部分で、正規の位置をちょっと見たいので、一回デフを上げて、で、まあ、その前にちょっと、ついでなんで、もうエアバッグのブラケットを装着して、アブソバも元に戻して、これで上げてみます。さて、それでは、リアのやつを組み込んでっちゃいます。ちょっとホースをもう先にね、ここだけつけて、入れてきます。では、はい、よくあることですね。ワッシャーがはまりません。よいしょ。なのでワッシャーをちょっと加工していきましょう。一つの方向だけ削りました。これで入ると思います。はい、組みました。それではちょっと取り付けてみましょう。ダメですね、はまんない。今ちょっとねいろいろやってたんだけど、ダメだ。ちょっと硬すぎる。なんとか合うやつを探したので、ちょっとそっち付け替えてやってみます。はい、今エアバッグ装着して、デフをね思いっきり上げたんですよ。これが一番車高が下がってる状態で、ここまで行くんだな。まあまあ行くんだな。しかしちょっとエアバッグの角度があんまり良くないけど、しょうがないな、こうなっちゃうんだよな。ちょっとね、何回か調整したんですけどね、もうここもうこうなるしかないんだよな。ここの位置が、このオリジナルのこの位置がもうちょっと後ろ下がってればね、もうちょっとうまくいったのかなとは思うんですけど、もう上下の位置が決まっちゃってるのでしょうがないですね。向こうも同じ、でこう、まあ、とりあえずここからこの状態になった時に、マフラーが逃げるようにちょっとその位置をマーキングしておきます。よし、あの位置ですね。痛い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 。まあまあ逃がさなきゃなんねえな。そうですね、なのでよいしょ、やはりこんな感じに持ってかなきゃなんないね。ここが下のラインでも大丈夫ってことか。こっちもか。ではまずここからですね、この作った短いやつ、1.5 センチカットして微妙にこうちょっと斜めでくっつけます。そんで上を向かせてやっていくと、まあやっていきましょう。はい、短くしましたのでもう一回装着して、位置を出しましょう。では、はい、接合完了。接合箇所は例によって磨いてきました。ではここの先を、よいしょ、もう一回組んで追いかけていきます。よし、いい位置に来ましたね。そしたらここか。ちょっと斜めになっちゃったな。まっすぐだったら簡単だったけどね。ここの、なんていうんですか、頂点の部分ですね。ちょっとこう斜めになったの分かりますかね、この接合部分は。なので
そこに合わせて斜めの部分を切り出してきまして、ここの部分、これと、こう落ちたここのこっち側を反転させて、ここで接合しました。で接合した部分を磨いてきました。そしてこれをあそこへくっつけます。よし、あー、ふふ、時間ばっか過ぎていく。はい、よしよし、ではちょっとこっから先の寸法の取り行きますか。はあ、疲れた。ちょっと溶接したら角度変わったな。まあしょうがないな。一応あのテープのところは全部逃げてるんで、まあインして、問題は引っ張ってついちゃうねえかな。あ、ダメか、寄りすぎたな。大変、あ、寄りすぎたわ。もうちょっとこうでしたね。あ、参った。まあ別にね、逃げてりゃいいんですがね。ここ分かるかな、こうちょうどこう、このまま真上に上がっていくので逃げれるな、多分。ちょっとデッパー上げてみるか。まあ、全然逃げてますね、大丈夫だ。あれ、そこまで寄せなくても大丈夫だったな。なぜだ、寸法で測ると、あ、そうか、ここで測ったのか俺。あ、でもいいや、全然こんだけまあ空いてればね、全然 OK でしょう。これじゃそこまで神経質にならなくても、もうあそこちょっと内側に入り込んじゃったけど大丈夫ですね。あの次あたりで一回フランジがはまるので、フランジじゃねえや、シャックルで固定が入るから大丈夫だろう。さて最後のところを作っていくんですが、まずこのぐちょぐちょになってるところを綺麗なところで、落としまして、で、向こうからこう来てるところは、これがつながってた切り落とした部分の使います。ここちょっとへこんでるけどちょっと勘弁してもらいましょう。430を取りたいんですよ。でここをこう膨らんでる方をちょっと使いたいんですね。微妙にちょっと差し込まして、向こうから来てる方ですね、やれたら楽かなと思いまして、微妙に角度がつけられるので、なのでここちょっとへこんでるけど、これはもう見えない方へこう向けるから、向けてやらせてもらって、とりあえず430で落として合わせていきます。では、はい、ぐしゃぐしゃなったところを全て切り落として、あそこからつなげていきたいんですが、まあね、なんでこんな時間かかってるかっていうとね、結局もともとのマフラーをついてたやつを材料として使ってるんですけどね、特にこういう部分ね、こういう部分ね、見ると分かるんですけど、こう変形しちゃってるんですね、やっぱり。うん、でぐしゃぐしゃになっちゃってる部分とかも、もうこうなっちゃってるもんで、こういうところとこういうところを接合するときってエレクロするんですよね。へしゃげてるやつをなるべくまん丸の形に戻してやらなきゃならないんで、よいしょ、ここもそうだったんですけど、なるべく叩いて叩いて叩いてね、合わせてって、こうひしゃげちゃってるやつをなるべく丸い形にしてつけてるもんで、ほんとめちゃめちゃ時間かかっちゃうんですよね。うん、まあしょうがないですね。なんしょうね、これなるべく予算削減っていう形でやってるんでね、あるものでやるしかないので、そんな感じで合わせてってみましょう。そうですね、こんな感じでつけられれば、んでここにフランジをつけて、こっから出口
はここで外せるようにって作りましょう。はい、接合しました。では合わせてみましょう。問題はここにフランジをつけたいんだけどな、ぐにょんぐにょんになっちゃってんだよな。はい、こういう感じですね。でここにフランジがついて出口と、でここを溶接して、溶接したらここで引っ張ると。いやー、やっぱここの角度もうちょっとこうしたいかな。直すか。まあでもタイヤは当たんなかったもんな。これだと当たるのか、ここまで来ちゃうと。こうしなきゃダメか。ここで接合か。そうですね。ここまで逃がさないとダメってすごいな。こんなですよ。まあそりゃそうだわな。9時になっちゃいますね。スーパー10時までだよな。あれ11時だっかな。あ、でもな、この時間に行くとね、もうね、見切り品がもうね、根こそぎ取られちゃった後なんだよな。